どうも皆さん、こんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作映画1本ご紹介したいと思います。ということで、今日はですね、ミュータント・タートルズ、ミュータント・パニックということで、3DCG アニメーションですね。このね、ミュータント・タートルズ、皆さんご存知ですかね。ミュータント・タートルシリーズは、ミラージュ・スタジオから1984年に出版された、ケビン・イーストマンと、ピーター・レアードによるアメリカンコミックなんですね。今でこそ世界中に知られているキャラクターなんですけども、漫画はね、非常に小規模出版だったんですよ。何でも安い新聞用紙に白黒印刷された大判の雑誌スタイルの同人誌だったんですよ。それも初版はたったの3000部なんだとか。そもそも1回限りのパロディ企画として出された作品だったんですけども、思わぬ好評を博して74号に及ぶ続編が制作されることになったんですよ。いや、世の中何が起こるかわからんもんですよね。何気なくチラシの裏に書いたキャラクターが世界的な人気者になってしまう。当然のように作者は巨万の富を手にして、いや、まさにこれぞアメリカンドリームってやつですよ。ちなみに、これ先ほどね、パロディとして企画されたって言いましたけど、これね、何のパロディかっていうと、まあ、元ネタはマーベルのニューミュータンツと、あとね、デアデビルだそうです。なるほどね。1987年にはアニメシリーズとなり、1990年には実写映画化されて、多くの関連作品や商品を生み出しました。日本人の皆さんだったら、映画や漫画よりもゲームで知った、テレビゲームで知ったという方も多いかもしれませんね。本作の長年にわたる功績が評価されて、2023年9月だからもう今月ですよね。今月、ハリウッドにあるチャイニーズシアターに名前と手形が半永久的に刻印されることが先月発表されているんですよ。手形、名前はともかく、手形ってこれ亀の手形ですか？どっから持ってくるんですかね。普通はね、俳優さんの手形なんですけど、どうなんでしょうかね。で、本作このミュータントシリーズなんですけど、映画化作品結構多いんですよね。実写とアニメ版があるんですよ。で、実写版は1990年代の3部作、そして2014年度版、2016年版があるわけです。で、アニメーションの方は2007年版と2022年版、こちらは両方とも日本劇場公開されていませんけども、2022年版は Netflix で配信されていたそうなんですね。こちら僕チェックはしておりません。そして最新作である本作、3DCG アニメ版というわけですよ。というわけで、このシリーズは実写とアニメを合わせるとなんと8作もあるんですよね。ほんと全然知りませんでした。まあ、それだけアメリカでは大人気シリーズなんでしょうね。ちなみに僕はミュータント・タートルズの存在は知ってはいたんですけど、過去に実写版もアニメ版もアニメシリーズも、作品は一度も鑑賞したことがありませんでした。なんていうかさ、亀のミュータント忍者ってもうその設定自体に魅力を感じなかったんですよね。いかにもアメリカ人好みというか、アメリカ的ですもんね。ちょっとどうかなということで、まあ僕はね、過去の作品は一切見たことがないんですけど、皆さんはミュータント・タートルズお好きですか？もしコメント欄にね、お好きであればね、その理由をちょっとコメント欄に書いて教えていただきたいんですけど、で、今回本作なんですけど、初めてね、僕はミュータント・タートルズなる作品を鑑賞したわけなんですけど、なんかね、内容的にリブトっぽいんですよ。なので、過去の作品を全く鑑賞していなくても、僕は全く問題ありませんでしたね。今回、鑑賞したのは、日本語吹き替え版です。僕もこの映画を見て、ああ、なんかね、ミドリガメを飼いたくなりましたよね。大量に飼って育てて、いずれ、川に放してやろうかと思ってます。ああ、保健所とか警察には内緒にしておいてくださいね。で、本作を鑑賞しようと思ったのは予告編なんですよね。予告編が流れていて、それで、あ、この映画見たいと思ったんですよ。
僕はこの手のアニメはあまり好まないんですけど、何ですかね、画風、ビジュアルがとても斬新的だったんですね。 3DCG なんだけど、色使いがこう描画がどことなく、なんて言うんだろう、抽象画みたいなデザインなんですよね。最新鋭の映像技術を駆使したビジュアルであるのは確かなんだけど、クラシカルな美術絵画のような何とも斬新なデザインに予告編で目を奪われました。ミュータント・タートルズのストーリーやキャラクターには正直言って全く1ミリも興味がなかったんですけど、このビジュアルでもって、いや、この作品は見ておこうと思ったわけなんですね。で、この物語、ストーリーなんですけど、まずはね、ミュータント・タートルズ4人組の誕生秘話から描かれていくんですよ。シンシア・ユートロムをボスとする TCRI という悪の組織が放つ特殊部隊がバクスター・ストックマンの研究所を襲います。狙いはこのバクスター博士が秘密裏に開発しているミュータントを生み出す物質、ミュータンジェリンですかね。部隊は施設を制圧するんですけども、ミュータント化、もうすでにミュータント化したフライ、ハエに襲われて全滅寸前になるんだけど、こう破れかぶれになった部隊の隊長がむやみやたらに発砲したことで、機械がね、その銃弾が機械に当たって大爆発が起きて博士たちは死んでしまうんですよ。そのミュータント物質、まあミュータンジェリンの入った瓶はその衝撃で地下に落ちていきます。下水道に落ちていくんですね。で、その下水道の先、まあ落ちていく先には4匹の神が、亀がいたんですね。そして15年後、ミュータンジェリンを、ミュータンジェンをかぶってミュータント化した4人の亀がニューヨークの街中を駆け回っていました。青いマスクのリーダーがレオナルド、赤いマスクはラファエロ、オレンジはミケランジェロ、紫はドナテロ。なんだか4人とも芸術家みたいな名前じゃないですか。彼らはコンビニとか倉庫から食料や雑貨を盗んで、まあ生計立てているわけですよ。あんまり善良なミュータントではないですよね。で、彼らがその帰り野外劇場を見かけるんですけど、野外劇場ではフェリスはある朝当然にがね、上映されてまして、マシュー・ブロデリック主演の映画ですね。僕はね、学生の頃にヒットした青春映画なんですけど、それがね、上映されていて、ちゃんと実写でね、アニメの中で、この映画だけは実写でピンアップされていたんですよね。で、人間たちはそれを見て、まあ、それぞれに人生を楽しんでいる。だけどタートルズの4人はそれをすることができないんですよね。なぜなら人前に出るとミュータントだからという理由で人間たちからこう敵意を向けられて、場合によっては攻撃されるからなんですよ。だから彼らは、地下水道に、下水道にこもっていなければならない。まあ、それにしてもなんでね、フェリスはある朝当然にがこう本作に採用されたんですかね。その理由は何なんでしょう。なんか僕もね、ちょっといろいろ考えてみたんですけど、よく分かんなかったんですよ。何かにこうつながってるんですかね。分かる人がいたらぜひコメント欄で教えてください。スプリンター、スプリンターはネズミのミュータントなんですけども、彼らの育ての親であり、忍術や武術の師匠でもあります。ちなみにね、海外版の吹き替え版ではこのスプリンターをね、ジャッキー・チェンが吹き替えしてるらしいですよ。で、彼は護身のために武術や忍術をこの4人のね、タートルズたちに、子供たちに叩き込んでいました。そんな4人がある日、ひょんなことからエイプリルという黒人の女子高生と出会うんですね。彼女はジャーナリスト志望で、タートルズたちのことをニュースにしたいと、新聞記事にしたいと言い出すんですよ。まあ、新聞つってもさ、学校新聞ですけどね。最初は拒んでいた4人ですけど、やがて妙案を思いつくんですね。今ニュースで話題になっているスーパーフライという悪党がニューヨークで暴れ回っている。スーパーフライっていうのは序盤で登場したハエのミュータントなんですね。もしそいつらを捕まえれば人間に認められるのではないか。彼ら4人の願いは人間たちと同じように学校に通ってみんなから愛されたい。
4人はスーパーフライ撃退を決行しますがみたいな、そんな内容になっておりました。はい、それではね、これから詳しくレビューしていくわけなんですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円を上限に、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画ミュータント・タートルズ・ミュータント・パニック、評価額はズバリ1000円凡作だね。たまにフィルマークスの評価と自分自身の評価が乖離するというか、かけ離れることがあるんですけども、このミュータント・タートルズですね、フィルマークスの評価結構高いんですよね。僕が見た時点では星 4.1 ぐらいあったんですけど、いや僕はちょっとね、この映画今一つだったんですよ。で、逆にフィルマークスの評価が高いのに、低いのに僕の評価が高くなることもあって、最近だとドラキュラ・デメテル号最後の公開がそうだったんですよね。あれフィルマークスの評価結構低かったんですけど、まあ僕はね、あの映画とても楽しめたんですよ。というわけで、このミュータント・タートルズはフィルマークスのね、皆さんの評価は高いのに僕の評価は妙に低いというね、まあおそらくこの動画を見ているな皆さんの多くは、いやいやいや、ミュータント・タートルズ良かったっていう人多いかもしれませんけど、まあこっからはね、申し訳ない、僕個人的なね、僕個人の主観伴った感想になりますので、ちょっとね、この映画好きな人の気分を害するようなことを言うかもしれません。ぶっちゃけね、本作の見どころは、これはもう個人的ですよ、ビジュアルだけだったんですよね。この画風は、ビジュアルは、スパイダーマン、スパイダーバースを彷彿としますよね。まあ、おそらく皆さんもそう思ってると思うんですけど、だけどこちらの方が、このタートルズの方がね、スパイダーバースよりもっと手が込んでいるというか、手書きの質感がすごく強いんですよね。アニメなのに、なんだろう、こう、クラシカルな抽象画的な、一枚一枚がそれこそ美術館に飾ってあっても、ものすごく映えると思うんですよ。すごくね、クオリティが高いんですね。このビジュアルのクオリティが高い。一コマ一コマ相当に描き込まれていて、それが動くってんだから、それはもうね、驚異的ですよ。ビジュアルだけ比べたら、まあ、僕はね、スパイダーバースよりも、上回っているというか、印象が強かったと思いますね。だけど、実際このアニメーションとして動いてしまうと、この動きに関しては、まあ、ドキツイ色彩構成なのか、まあ、フレームレートにあるのかよくわかんないんですけど、この映画ね、ずっと眺めているのはちょっと辛かったんですよ。若い自分ならともかく、50過ぎのおっさんの老眼にはそろそろね、この映像やばいですよ。むしろあの抽象画風なビジュアルであれば、チャカチャカと展開するよりも、もっとこうゆったりとした動きの方が合うと思うんですよ、今回このねビジュアルだと。それがチャカチャカと動かされる、まあ抽象画っていうか、このね、ミュータント・タートルズのビジュアルって何気に情報量がこう写実性が高い作品よりも多いと思うんで、それがチャカ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 動かされると脳みそがバグってしまうんですよね。そんなわけで、特に格闘シーンとかになると何が起きているのかよく分かんない、分かりづらいんですよ。さらにスパイダーバースの時もそうだったんだけど、どんなに斬新なビジュアルでも、まあそうだよね、冒頭20分ぐらい眺めているともう見慣れてしまうんですよ。最初はすげえと思っていても、後半になるとだんだんね、その画風がビジュアルがくどくなってくるんだよね。だからそんな味のラーメンってありますよね。最初の一口はもうやたらと美味しいと思ったのに、どういうわけか残してしまったみたいな、そういう経験皆さんありませんか？いや、最初の一口ね、美味しかったのに全部食べられない、途中でなんかその味に飽きてしまったみたいなね、まあ、そういうラーメンに似た感じですか、ミュータント・タートルズ。結局どんなにビジュアルがすごくても、映画っていうのは総合芸術なので、ストーリーや音楽、キャラクター、あとまあ役者さんたちの演技など、それ以外の要素が弱いとやっぱりね、最後まで楽しめないんですよね。
こればかりは好みの問題だとは思うんですけど、個人的にはですよ、あくまでも僕個人としてはストーリーとかキャラクターのやり取りなどがどうしてもね面白いとは思えなかったんですよね。この4人のこのタートルズ4人はやたらと陽気なんだけど、まあ、いかにもアメリカ人的なノリなんですよ。で、僕は日本語吹き替え版を見ましたけども、おそらく英語版のセリフを正確にはね翻訳してないんじゃないかなと思うんですよね。というかこの映画のこのセリフ劇は英語をネイティブとする人じゃないと本当の意味で楽しめないのかもしれない。僕は密かにネイティブな日本語を流暢に使いこなす人間なんですけど、英語はね辛口ダメなんですよ。ちょっと前に外国人に英語で道を聞かれて、いやその道を右に行けっていう、この右がねライトなのかレフトなのかすぐに分からなくて困り果てましたね。でその道っていうのもさ、その道を右にっていうその道も英語でなんていうのかよく分かんなかったんですけどね。あ、ついでにその道を右に行けの行けもね分かりませんでしたね。この場合やっぱり GO でいいんですかね。 GO で、まあ、おそらくこの映画ねセリフはアメリカ語独特のスラングとか言い回しが満載だったと思うんですよね。でもそれを日本語に翻訳してもニュアンスが伝わらないからまるで面白くなかったんじゃないかなと思います。だからこれね本当に楽しもうと思ったら、英語がきちんと理解できる人が日本語字幕版でね、字幕版なり、まあアメリカ語の音声で見ないと多分楽しめないんじゃないかなと思うんですよね。その点日本語吹き替え版は全くそういった要素がないですから、まあ外国人も見に来ることもないんで、なんかねあんまりこう笑い声もね、会場から起きませんでしたって、まあほとんどお客さんがいなかったってのもあるんですけどね。でも僕がもし幼稚園児とか、まあ、小学校低学年だったらまだこの映画ねまだまだ楽しめたと思うんですけど、まあさすがに4人のコントは大人が楽しむには厳しいんじゃないんでしょうかね。で最大の欠点なんですけど、僕はねこの映画の最大の欠点はこのタートルズ4人のキャラクターにあると思うんですよ。まあそれぞれ一応ですね特徴は付与されているんですよ。でもね結局誰が誰なのか区別がつかないというか、まあマスクの色で判断するんですよね。で4人いるのにこの4人が一塊同然で、なんかそれぞれのキャラクターがあんま立ってなかったと思うんですよ。つまりあんまりこの映画キャラクターの書き分けがうまく機能してなかったんじゃないかな。なんかビジュアル的にもこの4人ね、まあ、似たり寄ったりですからね、まあ、正直ねビジュアル的にもあんまり魅力がない上に、まあ、色で書き分けてるみたいなところありますからね。ここはやっぱりそのキャラクターの人格とか性格とか行動とかで書き分けていくべきだと思うんですけど、それがあんまり感じられなかったんですよね。なんていうかこうそれぞれに明確な役割が与えられていなかったんじゃないかと思うんですよ。もうそうなると4人も必要かなって思ってしまいますよ。さらに言えばこうエイプリルっていう黒人の女子高生出てくるんですけど、またこの子もねビジュアルやこう人格を含めて魅力を感じなかったですね。いやそもそも可愛くないし、で面白くもないし、で共感もできないわけですよ。いろいろ言ったりやったりね、いろいろやるんですけど、彼女のやることなすこと全然共感もできないし、チャーミングじゃないしね、なんか応援してあげようとあんまり思えないんですよ。そもそもミュータントのカメがどうして生身の人間であるエイプリルに、恋心を抱くのかもねちょっとよくわかんないんですよね。このミュータンジェンという物質には人間の遺伝子が含まれているみたいな設定なんですかね。この映画見た感じではね、そこら辺についても、まあ、要はこの、ミュータントになる薬のねメカニズムについてもあんまり描かれていないんでよくわかんないんですよね。なんか人間的要素っていうか DNA が入ってるんですかね。まあ一応人間のね、体してますから手足があって、二足で歩きますから、おそらく人間ヒューマンの遺伝子が組み込まれているから、まあ、人間に恋をするってことなんですかね。なんともわからない。なんか人種の多様性的なポリコレ配慮だと黒人がヒロインに設定されることが多いじゃないですか。
たまにはユダヤ人とかアラブ人に設定してやりましょうよね。ユダヤ人とかホロコーストとかひどい目に遭ってるわけだからかわいそうじゃないですか。ちなみにエンドクレジットはね、皆さんちゃんと見てくださいね。ちょっとだけ続編を示唆するおまけ映像が、組み込まれているんですよ。まあ現時点で続編が決定しているのかどうかは僕全然知らないんですけど、まあアメリカでは、本国アメリカではそれなりにヒットしたみたいなので、おそらく続編は制作されるんじゃないでしょうか。その際にもこのビジュアル、このちょっと抽象画的なこのビジュアル継続していくんですかね。いやーちょっと僕はね見づらいんで、このビジュアル続編はもうパスかなと思いましたね。ストーリー的にもね、そんなに続編興味がないと言いますか。皆さんはどうですかね。はい、そんなわけでフィルマークス評価ではね、まあ結構高い、まあ、フィルマークス、まあ、日本人が評価しているんで、このアメリカのノリのね、アメリカ的なノリの映画に対して日本人の評価はかなり高いということで、それに対して僕は比較的真逆と言いますか、酷評してしまいましたけど、うん、でもねこの映画ね、やっぱりね人によって合う合わないあると思いますよね。ビジュアル重視な人はこの映画ね、多分ねすごく楽しめるんじゃないかなと思うんですよ。あくまでもビジュアルを楽しむという意味で。ただストーリーに関してはね、正直ちょっとお子様向けというか幼稚の域を出てないような気がするわけですよ。大の大人が楽しめるストーリーとはちょっと思えないんですけど、どうですかね。まあそれにしてはフィルマークスの評価、高いような、高いかなと思うんですけど、はい、皆さんは続編も見たいと思ったでしょうか。はい、まあそんなところかな。今後ね、僕の動画ではこのように、新作映画を中心に、まあ、レビューしていくんですけど、今後はね最近ちょっと見た、まだレビューしていないミニシアター系の映画がいくつかありますので、そちらのレビュー動画をね、またアップしていきたいと思いますので、まあ、映画好きの皆さん、シネフィルの皆さん、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。